チャオ、あっちゃんです。今日あっちゃん家の晩ご飯は焼きうどんやねんけどね、昨日のあの土手焼きのあのスープを使ってちょっとね、なんていうかな、あれを作ったね。なんだ、あ、ひげ入ってる、入ってない熱意の忘れた、あのだしを使って豚肉とじゃがいもと人参さんのちょっとね煮物っていうか味噌煮を作ってんけど、それを使って、焼きうどんを作ろうかなと思って、とりあえずねちょっとお野菜を炒めます。軽くね、向こうにもねお野菜入ってるから、たりとこ人参さんはね油がいいんで、油にこうよくよく炒めて、油をつけて炒めていきます。ね、オリーブオイルはね体にいいんで、今回もオリーブオイルを使っております。はい、髪の毛取った、ていうか何これ、仮面みたいな、ピザ、12月から10度切ったら出そうかなと思ってね、もうそろそろ通り過ぎる、まだまだなんだよね、冬の寒さじゃない、寒いね、寒いから噛むね。これにお塩、ブラックペッパー持ってくるのに忘れたけど、まあいっか、塩だけで、味噌煮の方にで、うどんを入れます。あっちゃん、昼もそういやうどんやったらダブルうどんになってもうたの、まあええわうどんこうたったしさ、焼きうどんちゃんと賞味期限が切れちゃうっていう賞味期限なんか関係ないけどね、焼きうどんは消費期限で物を食べるからね。賞味期限なんかあれやね、今度は火なくなるらしいね、賞味期限なのかな、何が中とかダメなんだしね、火だから、その火で食品ロスが増えるから、賞味期限って関係ないね、消費期限やから、だから賞味期限自体を火なくするとか、何か言うてるよ、バラしてくるからね、あれでもなんか関係ない、運動やもん、見た目やん、要は、わっとかね、ちゃんち焼きうどんはいつも醤油やねんけどね、今日はちょっとこの声をかけてみます。これで味付けします。ごて焼きの火、ちょっと火通すぎるよね、火通すぎるよね、ちょっとね加熱、
ビーチやつ。ビーチやつね。だからビーチやつね。もう黒服着てたの。黒の制服。黒の制服着てるやん。もう着てんの？そんなバイクないから。ないの？あ、着てないの？着てないの。だからね、一応パンツ用のソースが着てる。今までほんま11月から絶対着れるからさ、10月だったね。なんかあったりね。カビスやったら出てきたから、ブリーチになったんやん、カビリトリでリトリ世代やわ。赤いダイヤンガーって、コミュニケーション昔の方が広かったで、土曜日昔の方が広いって。昔の方が広いってね、殴られて当たり前やもん、先生に。先生殴るよね。さ、一回サボって帰ってきてよ、サボってきて下校会サボって帰ったら呼び出されてさ、吉本見るへんだろ。親も先生にはごめんなさいって謝ってて、先生間違えたことがあってすみませんって。先生が一番賢いからね、銀座に入れたからね。あれもハサミ持ってて追っかけられてケーキがあるのに、あれ先生の何のお寺見てるの、結構してるで、いい情報やの、引退ぐらいの、もう切ったから寝ちゃうわ。でも今昔みたいに厳しくしちゃうと、だからあの銀座に戻そうかね、戦争を起こそうかね。戦争する国に行かなきゃいけない。戦争するか万歳、日本か万歳じゃんならなんか待って、どういうの、あれだ、安倍首相万歳じゃん、安倍総理万歳だ言うとったやん、なんだかなって言ってたけど、あ、消されてんじゃん、嘘やん、消されてん、言わへん、ニュース1個しか消えへん、ニュース消えへん、消されたね、嘘、いいの言うから、はい、ね、面白いネタは何でもいいわ、本日は消えるわ、消えへんわやな、よし、できた、食べましょう、ヒカヒカル、できたよ、早くおいで、早く、え、こっちおいでよ、もう、もう食べんで、はい、ということで食べましょうか、ね、生ネギ食べる、生ネギ食べたらアレルギーなの、生きてる、生きてる、食べない、顔とパクってなる、生のエビ美味しいの、めっちゃくちゃ美味しい、甘いし、ね、口の中で動くね、残酷や、残酷やで、あのままちゃうで、ちゃんと切ってやで、切って剥いてやで、うん、まいマジで、いただきます。うん。もう唇叩かれんじゃん。めっちゃ甘いの、うん、この人たち、この人たちもうアレルギーになった、うん、いや、1匹2匹食べても大丈夫やろ、何匹食ったの、ん、何匹食ったの、あ、数えられない、1日ちゃうで、行くたびに連れて行ってもらったらいつも1匹だエビ食べんねん、そればっかり、うん、エビ、エビ、エビみたいな、エビ踊り、エビ踊りみたいな、
それは料理になるわって。何やねんって言うの。食べ過ぎ。なんで食べ過ぎアレルギー。食べ過ぎ。コップと一緒やねん。ある程度までアレルギーが溜まってくるよ。コップが小さい人は溜まんね。一回食べたらそれが何回も何回もアレルギーでな、溜まってきて、言ったら10匹食べたらアレルギーが出る人、100匹食べたら出る人、1000匹食べたら出る人っていう、まあその種類あんねや。あんねんね。だからいっぱい食べても出えへん人は出えへんし、初めからアレルギー持ってる人ってあんまりおらへん。ちょっとずつ食べることによってなるらしいんだけど、うん、でもそれ親がそのアレルギー持っとったから子供遺伝しとったら早い時あるやん。いい、あるみたい。分からん、そんなんは知らんで。もしかしたら全く違うかもしれないんで、あれうん、いや、細かい。うん、これね、うん、美味しいエビ食べとったよ。うん、美味しいエビ鍋も食べとったよ。なんかエビの美味しさは知ってんねん。うん、うまいのに食べられるのは辛いの。花粉もそれ、花粉いっぱい吸うたらな、吸うだけ早く花粉症になるよ。へぇ、そうな、うん、いや花粉めっちゃ吸うたらあかんの。あかん、うん、あれもそうやな、蜂の毒もそうや。3回刺された死ぬってどうやろ、うん、1回目はその毒たまって弾くやろ、弾く、うん、弾くけどたまんねん。2回目もたまんねん。だから2回目でリッチやん。1回目であかん人はもう大丈夫、3回、うん、って言われたね、うん、美味しいな、うん、土手焼きの出汁美味しいよ。こってり系やけどな、うん、途中で飽きちゃうけどな。いや、焼きうどんは醤油が一番好きやけどね。時々変わった味をしてみたくない。じゃがいも入っちゃう。じゃがいも入れたんだ。うん、たこ焼き、たこ焼いたんで丸々。ああ、うまいわ。おいしい。じゃがいもとかに入れあげるわ。ちいちゃんうまいとか言ってくれへんわ。ちいちゃんうまいとか言えへん。言ってくれたら嬉しいな。なんでやねん。おいしいときはおいしいって自分から言ってくれたらすごく嬉しい。めんどくさいな。うん、女の子はめんどくさいね。はあ、女の子ってのはめんどくさいもんやねん。思春期もめんどくさい。え、思春期も反抗期もめんどくさい。そこで、あれおいしいもんおいしいよって言ってくれたら次まだもっとおいしいもん作ってあげるってなんで。ちょっと失敗するんです。え、うまいって言ったら次の日絶対美味しくない。それを言ったらね。言ったらね。言ったらね。じゃあ美味しくない。うん、美味しくないけど、まあ、美味しくなかったら、まあ、なんか努力しようって。何ねや。何も言わへんとなくなっちゃう。何も言わへんなら。いや、もう何言うても美味しいもん作らへんと思うね。適当なもん作ったらふんって何ね。適当なもんうまかったな。まずっていうか、まずいもん作ったねってなるからね。味落ちやからわかんない。味落ちやからわかんない。ね、女の子はね、美味しいって言われたら嬉しいなもんね。ようわからんもん、味落ちやからわかんない。彼女を喜ばしたら美味しいよって言ったら、何やねん、まずい時に美味しいって言ったらそればっか作ったら嬉しいねん。何じゃうまいって言ってるか。おいしい。もうちょっとこれを出したらおいしくなるよって。なんだろうな。もうちょっと器量が好きかなとか。もうちょっとこういう方が好きかな。そうだねや、うん。一生懸命好きな味を作ってくれ。
ます。じゃあ11月待てて。11月でやばいやん。もう、うん、今年も終わる。今年も終わる。早いわ今年。2ヶ月で終わる。うん、誰これ。キラノラのおかんやって。おかん。あんま変わらんな、うん。こっちの方がいいんじゃん。うん、おかんの方がいい。僕、こっちはな、おかんの方がいいわ。おいしいね。今日入っちゃう昼間、あれで作ったんか、土手焼きのでつけ麺したけど、焼きうどんにしたら味違うねん。まあ豚入れたもあるし、じゃがいも入れて、じゃがいもがちょっとこうちょっと入れて、なんていうの、古風キムみたいな感じに、ちょっとこのザラザラした感じの粉みたいなのが麺に絡んで、うん、なんかね、美味しい。すごい食感もなんか面白くて、うん、うん、いや食べるの面倒くなってきたわ。面倒いね。最近もう食べるの面倒いね、うん、もう学校でも食べるの面倒くない、うん、うん、面倒くさいな、うん、食べるのめんどくさい。おいしい。ということで、今日のあっちゃんちと晩ご飯、昨日のあの土手焼きのあの汁使って焼きうどんしてみました。おいしいですこれ。でその前先にね、豚肉を炒めじゃ入れて、じゃがいもと人参入れて煮てあって、それをもう一回煮直したんで、あのじゃがいもとかにも味がすごい入ってるね。美味しいね。あ、じゃがいも美味しいね。人参もこれ美味しいやろ。この四角い四角い、こっち側入れて焼いただけ。これは煮たやつ、うん、美味しいと思うね。こっちやろ、決めてる、うん、こんな感じでね。やっぱりね、一回熱入れて冷まして置いとくと味が入って美味しいねんね、うん、だから、ね、こういう作り方したら、この麺なんかこれ見たら分かると思うけど、ちょっとザラザラしてるでしょ。これ芋の、あのザラザラザラというか粉みたいななんか落ちてんのに、これがまたね、舌の上でこうザラザラ感が美味しいね、これ。うん、ザラザラ感が美味しい、美味しいで、食感いいやろ、なんか、うん、ね、芋やから美味しいやろ、味が、うん、中にね、うどん味が染みて美味しい。まあ、さっと今炒めただけなのに味がちゃんと入って美味しい、ね、うん、で焼きうどん中にね、あちゃんのもごちそうさまします。食べる、うん、自分で言うたやろ。言えようと思ったら勝手に言えたから、ね、ま、好きな色、この辺のちょっと入れていき、お芋さんも、はい、ちょっと待ってから、はいはいはい、もうちょっと上行く、食べるの面倒いな。はい、食べてください。ヒカルはね、まださっきご飯さあ作ろうかなと思った時まで起きとったのに寝たんよ。寝て起きるってちょっと眠たいから、もうちょっと寝かしといて、しんどいねって言うから、うん、まあちょっと寝かしとんだけどね、しんどいって、まあただ眠たいだけやん。うん、真ん中にね、ちょっとほんま起こして食べさせなあかんねんけど、まあ、ちょっとね、ずらして食べさせようかなと思って、このままホットプレートやからね、置いといて、保温しといたら OK なんで、そろそろ起こしたいと思います。では、またね、バイバイ。